先月27日から今月2日までの1週間に報告された新型コロナウイルスの県内の感染状況をお伝えします県は県内76の定点医療機関から報告のあった新型コロナウイルスなどの新たな感染者の数を毎週木曜日に発表しています 先月27日から今月2日までの1週間に報告された新型コロナウイルスの感染者の数は273人で1つの医療機関あたりでは3.59人となり前の週に比べて増加しました年代別で見ますと多い順に10代が43人30代が40人 40代と50代が32人となっています。